どうも、トミーです。えー、今日もですね、早速、トミーデシベル、行ってみたいと思います。今日は、えー、チャーリー・チャップリンのね、名言をね、えー、お届けしてみたいというふうに思います。えー、いろいろね、まあ、えー、名言、たくさんあるんですけども、えー、喜劇王と言われたチャップリンのね、言葉、ちょっと、えー、ッっときたものをね、調べてるうちにありましたんで、それをお届けしたいんですけども、えー、彼が英語で、 言った言葉っていうのは A day without laughter is a day wasted というねえ、そういう言葉なんでございますけれどもえ、それをですね日本語に訳したものをですねえ、叫んでみたいというふうに思いますそれでは早速ねこちらでいきたいと思います無駄な一日それは笑いのない いはいということでございまして「笑いのない一日は無駄だよと」とねなんかとってもこうグッとくる言葉でございました今日は120.2とそんなわけでですねえー、日々笑顔でいきましょうと言ってる、えー、自分にも、えー、なんか勇気づけられたそんな言葉でございました。 というわけで皆さん、一日、今日も、笑顔で参りましょう